はい、どうもリシャバシートメグとメンです。はい、どうぞ。本日紹介するのはこちら、じゃーん。はい、ワンダーランドフィギュアラプンツェルです。はい、童話の世界の、女の子たちをね、ミクちゃんと一緒にね融合しようっていう感じの企画のやつですね。こちらで今回第4弾になるのかな。うん、前回シンデレラレビューしましたね。ちょっと順番が前後しちゃったんですけども、ごめんなさい。僕が手に入れる経路が、逆になっちゃっただけです。はいはい、じゃあ本日はねこちらの方レビューしていきたいと思います。はい、バシアとミクミンチャンネル。はい、とですね、いつも通り外箱の方から見ていきましょう。まずは正面、イラストのミクちゃんでがね、大きく写ってますね。うん、イラストも可愛らしくていいですね。イラストレーターの方は箱の底面に書いてあります、アーティストバイトマリさんだそうです。はい、素敵なイラストですね。うん、はい、後ろはフィギュアのミクちゃんの、アップ姿という感じになってます。イラスト通りの感じにはなってて、髪の毛がねここにかかってるのもちゃんとね再現してていいですね。うん、ラプンツェルっていうと塔の中に閉じ込められた髪の長くなってしまった女の子っていうような感じのお話でしたね。でそこから長い髪の毛を使って脱出するとか、そんな感じのお話だったと、何ですか、そんな感じで記憶してます。うん、あんまり覚えてない。はい衣装もね、なんかこう髪の毛の長い女の子にあったような感じの、ちょっとねふんわりしたような感じになってて、ごめんなさい、横面こんな感じですね。うん、後ろ姿と、横姿って感じになってるんですが、かなりいい感じにはなってるんじゃないかなと思います。長い髪の毛は、まあミクちゃんはねもともと長い髪の毛ですから、うん、特にこのラプンツェルとの話とはね、よくマッチするんじゃないかなと思います。はい、もしかしたらこの子から始まったかもしれないね、このシリーズはね。うん、はい、上の面と、下の面になります。はい、じゃあ早速ね開けていきましょう。はい、はい、開けてみると中はすでに完成されたミクちゃんになってますね。まあこの複雑な形を多分なんだろう、開けた時に組み立て制にすると多分大変だろうからっていう理由だと思います。うん、こちらとしては楽なんでいいんじゃないかと思います。はい、後ろ面に台座がありますので、ミクちゃん本体とそれから台座をね、細かく見ていこうかなと思います。はい、でですね、開けましたので、早速細かいところね、見ていきましょう。はい、まず台座なんですけども、台座は薄いピンク色のクリアパーツの、台座という感じになっております。うん、ワンダーランドという感じに書いてあって、ラプンツェルはなぜか、ひまわりの花かな？なんか花のあれが、入ってるんですよね。プリントが入ってるんですよね。ちょっと私には、わからないんですけども、はい、そこまで童話詳しくないからねでもまあクリアパーツのね台座は綺麗にできてるんじゃないかと思います。はい、この間コメントをいただきまして、ご指摘だったんですけども、ミクちゃんのレビューをするとき、フィギュアのレビューとかするときに、目の交際だとかそういったところね、あと装飾とか、細かいところもうちょっと見たいんでアップにして写してくださいっていう風な、コメントをいただきました。ありがとうございます。ありがとう。僕自身もなんだろう、ずっとこれやってますからYouTube やってますから、うん、自分なりのスタイルを見つけてね、まあ、いろいろバーってやってきたんですけども、うん、やっぱり自分でちょっと慣れてしまうとこもあって、カメラのワークとかね、あんまり考えてなかったりってこともあります。うん、どうしても悪いところっていうのはありますので、うん、もしこの点が気になったなってところがあれば、皆さんからのコメントをお待ちしております。うん、可能であれば、それはね、皆さんのご指摘の意見をいただいて、で、それでまた僕のチャンネルもね、ミクとリンと一緒に、僕も一緒にね、成長していきますんで、より良い動画にしたいなっていう気持ちは僕もありますので、はい。もしね、気になったとこあったら、ガンガンコメントでね、言っていただけくださればと思います。はい。じゃあ、こちらですね。じゃじゃん。はい、それでミクさんね、細かいところを見ていきましょう。全体的なプロポーションはやっぱりよくできてるんじゃないかなって思います。はい、後ろも見てみるとこんな感じですね。うん。じゃあ、顔のところとか細かく見ていきましょう。はい、顔なんですけども、瞳はこんな感じになってます。うん。前回紹介したシンデレラのミクちゃんよりかは光彩ははっきりしていて、暗いなっていう印象があんまりない感じになってる、感じになってますね。うん。綺麗にできてるんじゃないかなと思います。鼻の髪飾りの部分とかもね綺麗にできてますね。これさっきなんだ、台座の部分で説明した鼻のやつだね。鼻、全く同じ鼻が髪飾りのところにつけられてる感じになってます。この鼻は一体何を意味してるんだろう。うん、ラプンツェルあんまり細かく知らないからあれなんですけども、もう片方はリボン、白いリボンが、くっついてるような感じになってますね。この辺も造形は綺麗にできてるんじゃないかと思います。成形色ですけどね。うん、
で、この巨大なね、巨大なっていうか非常に長い三つ編みの部分の造形もバッチリ見事にできてますね。すごいじゃないかなと思います。先端部分にはリボンがくくりつけられてて、うん、可愛くできてるんじゃないかと思います。はい。で、いつも通り、タイトーさんのクオリティでね、髪の毛の先端部分は、グラデーションがかかってるような感じになってて、先端部分に行くにつれて、透明なパーツ、クリアパーツがね、使用されているような感じになってます。うん。この腕にかかってる部分、見事だよね、造形がね。うん、すごいなと思います。髪の毛は腕にくっついちゃってるような状態なんで、うん、取れないですね。うん。まあ、いいんじゃないかと思います。はい。服は、3層になってて、一番下からピンク、紫、そして白という感じになってます。うん、スカートとになってますけれども、3層の部分も綺麗にできてていいんじゃないかなと思います。うん、この躍動感あるような感じのね、スカートの出来もさすがだと思います。後ろこんな感じ。うん、なんかマジミラの、あれだね、去年のマジミラちゃんを思い出すような感じの衣装になってるね。はい。可愛くていいんじゃないかと思います。首元にはマフラーのようなものを巻いていて、うん、この辺もね、成型色にはなっていますが、綺麗にできてるんじゃないかなと思います。はい。うん。なんか、おとなしめな衣装で、綺麗で、うん、いいんじゃないかなと思います。手袋つけてるミクちゃんっていうのも珍しいよね。うん。はい。足なんですけども、足は、ブーツを履いてるような感じになってるのかな。うん。はい。横見てみると、こんな感じになってます。片方にだけ靴下を履いているような、靴下にも履いてるような感じになってて、左右非対称な、デザインになってますね。もう片方のこの足首につけてる、この、なんか、ほわほわしてるのはなんだろうね。はい。まあ、おそらく飾りだと思うんですけども。うん。なんか最近左右非対称なミクちゃん多いよね。うん。ちょっと気になったのは、首の角度なんですけど、これで合ってる？まあ、一応合ってるのかな？うん。なんか首が、ちょっと若干斜めってるんですけど、あ、でも後ろから見たときこれからいいのかな？あ、大丈夫。合ってみたいですね。はい、よかったよかった。いらぬ心配でした。はい。まあ、ここまでアップにすれば、うん、細かくわかるんじゃないかなと思います。はい。まあ、とりあえずこんな感じですね。うん。服の使用感とかもバッチリできているんで、今回も特に、悪いところはないんじゃないかなと思います。さすが太蔵さんだね。じゃあ早速台座にくっつけてね、はい、完成していきたいなと思います。よいしょ、じゃじゃん。はい、完成しました。初音ミクラプンツェルですね。はい、先ほども、もう紹介したのでもう大丈夫かなとは思うんですけども、うん、全体的なプロポーションとか塗装、造形全部よくできてて、塗装の飛びとかもね、僕のこのミクちゃんには、特にね、見られなかったんで、うん、よくできてるんじゃないかなと思いました。はい、クリアパーツもね、惜しむことなく使ってくれる部分はね、さすがだなと思います。うん、素敵だね。ここまで髪の長いミクちゃんっていうのも、ちょっと珍しいんですよね。うん。たまにね、生島さんの描くミクちゃんとかもそうなんですよ。髪の毛すっごい長いタイプっていうのもあって、フィギュアでそれを再現したりっていうのもあるんですけども、自分の手で髪の毛を持ってるっていうのは、ちょっと珍しいんですよね。うん。まあ、なんで、このタイプはね、ちょっと、なんだろうな。あまり見ないタイプではあるのかなと思います。うん。さて、これで4作目の、童話のミクちゃんになりますけど、童話シリーズのミクちゃんになりますけども、うん、次は一体誰がラインナップに入るのか、うん、ほんと次が気になってきましたね。はい。このラプンツェルのミクちゃんは、もうさすがにね、ゲーセンでは見ないんですけども、なんだろう、中古屋さんとかで、新品未開封の状態で、だいたい1000円前後で置いてたりもしますので、うん、もしまだ迎えてないよって方いたら、もし迎えてみてもね、いいんじゃないかなと思います。はい。やっぱりこの童話シリーズのミクちゃんよくできてるんですよ。うん。ほんと、文句の付けどころがないというか、うん。綺麗にできてるんでね。僕もおすすめのシリーズです。はい。はい、というわけで、ワンダーランドフィギュアラプンツェルですね、の紹介をさせていただきました。うん、非常によくできた感じのフィギュアでね、うん、個人的には結構おすすめできるんじゃないかなと思いました。はい。一つだけ。先ほどちょっとレビューしてて思ったんですけども、うん、どうしてもミクちゃんのね、この髪の毛が気になるんですよね。こうちょっと持った時とかわかるかなと思うんですけど、こう揺らすと、右側の髪の毛が揺れてるのがわかるかなと思います。うん。これは、あまりにも素材が弱い状態なんですよね。うん、なんで、もしかしたら、真夏とかの時に飾ってるとちょっとやばいかもしれないですね。中に支柱とかが入ってるわけでもないので、
もしかしたらもげる可能性もゼロではないっていうことは一応この動画内では言っておきますね。はい。なんでもし、この子飾るよっていう方いたら、高温多湿になるところは本当に避けてあげて、涼しいところでね、保管してあげると、飾ってあげるといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、箱の中に入れてれば問題ないとは思うんですけども、フィギュア飾ってなんぼだと思いますし、まあ、僕はそれできてないんですけども、はい。なんですけどね。まあ、もしこの子飾るよっていう方いれば、この髪の毛の部分だけちょっと注意してあげてください。どうしても僕がこれが気になるね。ってだけです。それ以外本当によくできている子なんで、もし迎えようかなと思っている方いたらこの動画参考にしていただければと思います。はい。というわけで、初見くんワンダーランドフィギュアラプンツェルの紹介でした。次回以降が楽しみだね。はい。紹介したのバシーと。ミクとミンでした。はい。またねー。またねー。ミクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、動画の評価お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バッシアと、ミクと、ミン、チャンネルを、お願いします。